まずは前半29分清水の先制のシーン、犬飼の清水での初ゴールでした。そうですね、まあ、なかなかチャンスが作れない中で、まあ、徳島にペースがね、偏り出したかなというところでこの一発素晴らしいですよね。こういう勝負強いところ出ましたよね。今日はセットプレーは終始犬飼狙いでした、はい、やっと取れたと本人も話す清水での初ゴール。まずは先制、そのわずかに2分後清水が決定機を迎えます。角田のこの絶妙なフィードから枝村、絶妙ですね。しかもこれがね、先制点を取ったすぐ後ですからね、これが決まってればとどめを刺すようなね得点だったと思いますけどね。しかし徳島も黙ってはいません、うん、藤原の J 初ゴール、まさにゴラッサ鮮やかなミドルシュートでした。そうですね、まあ、横パスに対してのボールの置きどころ素晴らしかったですね。ワンタッチで、まあ、シュートまで持っていく、まあ、鮮やかでしたね、本当にね。たゆまぬ努力の結果ですよね、はい、すぐさま16日に解任が決まった長嶋監督のもとへ向かったという藤原です。そして1対1で迎えた後半でした。この時点では他会場は全て同点の状況で迎えたという後半です。まずは徳島は岩尾のフリーキックに橋内のヘディングシュート、そして23分、これが勝負の分かれ目になりましたね。そうですね、小林慎二監督、なんと大前に変えて金子を投入、はい、このシーンはチョンテセの思い切ったシュート左足でした、まあ、少し、ね、真ん中でなかなかボールが持てないんで、チョンテセ少しサイドに流れる場面もしていましたけど、そして決勝点、途中出場の金子、小林采配ズバリ的中です、ね、いいところ入ってきましたし、チョンテセのこのクロスボールの速さ狙いすごいですね。田渕さん、はい、金子は21歳です、うん、そうですね、なかなか合わすの難しいと思うんですけどね、うまく抑え込みましたよね。この一番でこの度胸、しかし徳島も後半押し込みます。アレックスのコーナーに橋内、そして藤原飛び込んでいきましたが最後合わせきれませんでした。まだまだ押し込む徳島、その3分後、後半の35分、キム・キョンジンのこのシュート、徳島もこういう形で最後までゴールへ迫ってましたよね、はい、その中で清水が最後うまく守り通したというところですね。笛が鳴った瞬間チョンテセは倒れ込み、拍手でスタッフと抱き合う小林慎二監督、このチョンテセの男泣き、いやそれぞれ選手の表情が違うというのもね、一つ印象深いシーンでしたが、